こんにちは、限界ニュータウン探訪機の吉川です。すいません、今回の動画ははっきり言って横着な仕上がりです。ここのところ本の仕上げや原稿などの仕事があまりに忙しくて、結局年末までほとんど撮影も編集もできない状態で、すぐに出せる動画がありませんでした。今日は開拓期の経過報告のような動画です。限界ニュータウン開拓期シリーズでいつも作業を手伝ってもらっている友人は、住んでいるのは同じ千葉県でも僕の家からは遠く、というか僕の家が僻地すぎて遠いだけなんですが、いつも車で片道2時間かけて来ています。そのためいつもあらかじめ日程を決めて家に泊まって作業しています。ところで先日僕は5000円の廃別荘を買うことになりました。あれは別に特にリフォーム動画とかを作るつもりはなかったんですけど、ちょっと信じられない反響で、コメントなどでもぜひ修繕の模様を見たいというリクエストをたくさんいただきました。でも僕は今忙しくて、とても自力で直してる暇なんてなくて、これも結局友人やツイッターのフォロワーさんのお力を借りることになりそうなんですけど、そうなると僕としては友人にはもう少し近場に住んでいてもらった方が助かるんです。フォロワーさんが手伝ってくれると言ってもあれこれ呼びつけて指図するわけにもいかないですが、その点友人は仕事として作業を依頼しているので臨機応変にスケジュールを組みやすいという事情があります。友人も友人で今は UR の団地に住んでいますが、できればもう少し家賃負担のかからない家を求めていました。そこで友人も僕と同じようにこの辺の限界分譲地へ入植するという話になったんです。そのため僕は5000円の廃別荘を買った後、今度は友人が住める家を近所で見つけようと、僕の自宅から比較的近いエリアの空き別荘の登記簿を取りまくって所有者さんにコンタクトを試みていました。おそらく合計で25件ぐらい登記簿を取ったと思うんですが、明らかに連絡が取れそうにない住所のものもたくさんありました。その中で所有者さんの住所を見て、その住所でストリートビューを確認して表札を見てみたり、前輪の地図で名前を調べたりして、まだ登記簿に記載されている住所にその所有者さんが住んでいそうな場合は直接そのお宅へ訪問して交渉したりしていました。とは言ってもなかなかそんな簡単に売ってもらえるものではないので空振りが続いていました。ボロボロの廃別荘だったらたくさんあるんですが、廃別荘を直すために住む家が直さなくては住めないような廃別荘では本末転倒です。5000円で買おうなんて無茶は考えず、多少はお金を出しても比較的コンディションの良い家を選ぶ必要がありました。それで何回目かの挑戦でこちらの画像のこの白い別荘の登記簿を上げてみたら、持ち主さんの A さんの住所は埼玉県になっていました。そこでその A さんの住所を前輪の地図で見てみると、最新版のその住所の場所には名字が記載されておらず空欄になっていたんです。そこで今度はその埼玉県の A さんの住所で登記簿を上げてみました。するとその A さんはすでに数年前にお亡くなりになっており、親族の B さんが相続されていました。そしてその B さんはその相続した家をすでに売却されていたのです。その登記簿に B さんの現住所が記載されていたので、その住所宛てに家を売ってほしいという内容のお手紙を僕の名刺を同封して出してみたところ、1週間ほど後にその B さんから、その別荘は現在は私の所有物件で間違いありませんとメールでご連絡がありました。つまり状態としては A さんのご自宅は相続登記が行われて売却されていましたが、千葉県にある A さんの別荘は相続登記が行われず放置されていたということです。そこで B さんから売却の条件を教えてほしいと尋ねられたので、僕は相続登記に必要な司法書士代はこちらで負担する、残置物などもすべてこちらで片付ける、全部そのままで不具合があっても一切クレームは入れない、部屋の中を見せてくれなくてもいいし、なんだったら現地にも来なくていいから50万円で売ってくれと返信しました。そしたらその条件で売却したいとのお返事をいただけましたので、早速こちらで司法書士の先生を手配して、すでに亡くなられている A さんから B さんへの相続登記をお願いしました。そして相続登記が完了して
この別荘が B さん名義になったのと同時に正式に売買契約を結び、引き渡しを行うことになりました。これははっきり言ってかなりの賭けでした。この家は平成4年築なので、それが50万円と聞けば家としては安く感じるかもしれませんが、売買契約を結ぶまで室内に一切立ち入っておらず、部屋の中がどういう状態か全くわからなかったのです。でもだからといって、これを例えば、一旦室内を見せてもらってから価格を決めたいとか言い出したら、相手の方もそんなの相手するのめんどくさいじゃないですか。そこまでやるつもりなら不動産屋に頼んだ方が早いですし、それを個人で買うには、とにかく極力相手に手間をかけさせず、面倒なことは全部こっちでやるつもりで、50万円でスパッと売ってもらおうと思って提案したのです。まあそれでも外観を見てこの家なら大丈夫だろうとは思って購入に踏み切ったわけですが、見ての通り元の所有者の A さんが亡くなられて以降数年以上利用されていませんでしたから、すでに玄関周りはつるに覆われて近寄れる状態ではなくなっていました。そこでまずは玄関のつるを刈り払って、ようやく初めて室内に立ち入ることになりました。結論から言えば、室内の状態は全く問題ありませんでした。屋外に設置された給湯器が壊れていることは最初から分かっていましたが、逆に言えば、その給湯器以外、特に手直しをする必要のありそうなところは何もありませんでした。せいぜい外れた雨どいを直すくらいでしょうか。もっともこの家、土地がわずか16坪しかなく、非常に狭いです。利便性がゼロであることは今更言うまでもありませんし、それで残置物もそのままの状態での引き渡しですから、まあ50万円という価格は妥当といえば妥当かもしれません。残置物は家具類はそのまま使えそうなものは友人が使うことになりましたが、衣料品や布団などはやっぱり処分するしかないですし、洗濯機や冷蔵庫などの家電品も古いものばかりなので再利用もできません。家そのものは十分使える状態ですが、その他の条件はやっぱり良いとは言えない面は多々あります。残置物は貴重品などは特に置いていないとはお聞きしていましたから、あくまで生活用品程度のものしかありませんでした。細かく紹介するのも面白いかもしれませんが、売買契約を結ぶ際に B さんは僕のチャンネルの動画もいくつか見させてもらいましたと言っていたので、あんまり持ち物を事細かに紹介するのは気が引けるので控えます。ちなみにかかった費用ですが、売買代金50万円の他に司法書士の先生に依頼した相続登記費用が9万円かかりました。 B さんとの売買登記は自分で申請したので登録免許税1万5500円のみです。合計で60万5500円かかりました。他の所有者さんにお会いした時はまだ売るつもりはないと二べもなく断られたお宅もありましたが、結果的にこれが60万円で買えたのなら動いた甲斐があったかなとは思います。ただこうなると僕が以前買った5000円の廃別荘の真の価値というものを嫌がおうでも思い知らされます。あの5000円の家を仮に60万円かけて修繕したとしても、この家と同じ状態に持っていけるはずがありません。まああの家は別に欲しくて持ち主を探したというわけでもないので、ここと比べても仕方ないんですけど、これはなんだか空き家の現実を見せられた気がします。全国には空き家が800万あるとかよく言いますが、その中で果たして大金をかけてまで修繕する価値のある空き家ってどれくらいあるんでしょうか。そんなわけでまだ引き渡しが済んで間もないので、この動画を公開した時点でも完全に片付けや給湯器の交換などは終わってないんですが、登記は完了しているのですでに使用を始めています。電気と水道の利用はすでに開始しているので、あとはガスを引くだけです。開拓期の本編は僕が多忙なためなかなか進まず、現状は管理を頼まれている土地の草刈りやゴミの片付けばかり終始していて、なかなか土地所有者さんの追跡まで手が回らないのが実情ですが、友人が近くに来てくれるので、廃別荘の修繕は随時進めていきたいと考えています。ただこちらの家は基本的には友人が住む家として買ったものなので、今回の動画に出すことは友人も了承済みですが、紹介するのはあくまで今回だけで、リノベーションの模様などの公開予定はありません。本当は土地ばかりでなく空き家もいろいろ紹介したいんですけど、そんな動画のネタのために買ってばかりもいられないですから、今後はまた正攻法の動画作りをしていきたいと思います。ただ悩ましいことに空き地に関しては、
これまで僕は空き地の所有者さんにも何名かお会いしたり連絡を取ってきましたけど、例外なく全員が手放したがっているので、この辺についてどうお力になればいいのかわからないです。僕が仲介することはできませんし、お手伝いを繰り返すことも法的にちょっと微妙なんです。ですので、まあそこは僕が直接関与しない形で、手放し方というものをその所有者さんに紹介しつつ、合わせてその模様を動画でもお話しできていければなと考えています。ご視聴ありがとうございました。告知です。2024年1月12日に、朝日新聞出版より、限界分譲地、繰り返される野放図な商法と開発秘話が発売されます。電子書籍版も同時に発売されますので、ぜひよろしくお願いします。合わせて、1月20日土曜日19時より、東京江東区平野のブックカフェドレッドノートさんでトークイベントを行います。また、その翌日になってしまうんですが、1月21日には、千葉県多古町でもまたトークイベントを行いますので、ご都合の良い方はぜひお越しください。よろしくお願いいたします。